もうわあなんでだー。はい、どうも皆様こんにちは、ラッシュゲーミングのグリードです。今日のカスタムこちらになってます。黒い AK のバリアントだったと思います。それにホロサイトを乗っけました。海外の配信者たちが、まあ、最近ねものすごいねホロサイト使ってるんですよ。使ってるって言ってもウォーゾーンなんですけどね。まあおそらくその VLK サイトより、倍率が低くてドットサイトよりも倍率がちょっと高めだから、近中で使うにはすごくプレイしやすいからホロサイトが多いのかな。まあ今日マルチなんですけど、ちょっとホロサイトを使ってみようと思います。個人的にホロサイトね、見た目が大好きなので、モダン2時代からね、ちょっと見た目重視のカスタムにするときは、ホロサイトたまに乗っけるんですけど、ちょっと今日はこのカスタムでやっていきましょう。動画の前に皆さんよかったらチャンネル登録と、高評価ポチッとお願いします。環境紹介動画もね、久しぶりに投稿したので、動画のエンディングもしくは概要欄からチェックお願いします。さあ、というわけでやっていきたいと思います。よいしょ。開幕フラグ入れて、もうちょっとね、ここはリスポーン買いに行きたいな。一枚いい。やっぱそこ SR いるよね。結構高確率でそこは。誰かしらいる。さっきの SR か？いや違うな。そろそろこっち側敵倒しに来てもおかしくないんだけど、ま、行っちゃおう、行っちゃおう。あちゃ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 あ。今回の AR マジでちょっと遅いからね、動作が。この AK。あー、ノーストック AR に慣れちゃうと。かなり遅く感じるな。うん。コールドは珍しく、シリーズとしては珍しくね、AR の横移動遅いんですよね。だから、今回ね、その、横移動の遅い AR にもちょっと慣れておきたいなーって感じで、持ってきたんですが、非常にちょっとモダンオフェアのゲームスピードに追いつけない感じがあるね、これ。e スポーツルールでもね、正直ね、序盤はね、ノーストックじゃない M4 とかも使われてたけど、やっぱりね、AR、ノーストックじゃないとね、もう試合展開についていけないですよね。あれは倒せないな。どうする？こっから。ここ、こう登って、こう、こう、こう。で、こう。ん？あれ？いない。え？右かどうか？あ、じゃあ左だ。遅いなぁ。これ登ってくるぞ、一回。一回逃げて。遅いなぁ。飛び壊して、裏、あー、くっついちゃった！神回避！で、もう一回詰めよう、これ。もう一回行こう。よいしょーちょ、もう一回行こう、これ。構えて、よいしょー。で、左側では、なんだ、その赤点たちは。もう一人いなかった？ここ。いた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 。よしよしよし。とりあえずこれでオービタルまで繋げたいな。オービタル？アドバンスト。モダンオフェアでアドバンスト。リオシーズだとオービタルか、なんだったっけ？オービタルか、ブラックバードだっけ？呼び方。下来てないかな？来る、じゃあこっち来てるかな？ほら。オッケーオッケーオッケー、出た。うぅ！これが出ればひとまず安心。え、このまま次のエリア取っとこう、このまま。こっち来るかな？おっ、ティ。来ないな。せっかくアドバンス出てるから動きたいんですけどね。いや、楽。うぅ！構えておいて。飛ばしてあげて。かなりブレるけど。まあまあ、リコイル制御できなくもない。
で、多分諦めた人たちが反対側から出てくると。おおお、なんだこれ。下大丈夫かな？ショットガンだな、あれ。で、こっちから諦めた人たちが、センター側から出てくると。危ねえ。そこ、来そうじゃない？来るんだったらその頭し。来ない。今何キルだろう。このまま各行きたいっすね。こっちで湧いてないとなれば倉庫側かな？おめ。おー、今 A マッシュすごい低かった。気がする。あぶれ。オッケー、角出たー。危ない。集中してよかった。最近ちょっと、ちょっとチキチキな角の呼び方しかしてないっすね。まあまあ、とりあえず角出せたんで、お、いいスモーク、これは。敵、強行を潰すスモークですね。まあ、どれくらい連携受けるか、こっからチャレンジ。裏取りしちゃうよーん。うわあ、もうなんやねん。核出した途端にこんな負け方する？もう、まあいいや、ちょっとこっから普通にやっていきましょう。核は出せたんでね。この上いなかった、気のせいかな。おっ、うわあ、ヘッショ入ると溶けるなー。今バレたね。完全にバレましたね。これ入ると思う、フラグ。で、リス変わった。うわぁ、ショットガンか。うわぁ、このリスの飛び方。これは両サイド、タイヤ側と倉庫側、どっちも潰れないと吹っ飛ばされないリスですね。なんか今そこ銃声してなかった？ OK。あと15秒か。まあまあ、敵を、この、前ポに押し込んじゃって、ちょっと詰めすぎると飛ぶか、飛ぶというか、変わっちゃうから、下がって、地点乗りましょうか。そういえばね、今まあ、Xbox のコントローラーでやってるんですけど、まあ、PS5 の先行レビューというか、まあ、有名な配信者たちが本体をもらって、こう、開封動画とか今上げてるじゃないですか。で、PS5 のコントローラーかなりね、こう、みんな、やっぱみんな気になってると思うんですよ。僕も気になってて、まあ、先行動画を見てみたんですけど、思ったよりね、PS5 のコントローラー大きくない？結構、最初のパッと見、デザイン見た時、だいぶ大きめに作られてるから、大きめに作られてるように感じたんだけど、まあ実際みんな触ってるところを見たらね、まあそんなに大きくないから、まあ黒持ちもやりやすいのかなって思いましたね。まあ日本ではオフラインイベントとかでは、まあこれからも僕はあのね、PS5 ソニーさんのコントローラーでやっていくと思うので、まあゴールド出たらね、どっちのコントローラーでもプレイしていくと思います。どっちも来そうだね。なんだ今の、何食らったんだ。あー、これ負けちゃうかな。いや、呼んどこう、これ危ない。試合に負けそうだ。ぽいポン。
敵さん250点乗ってるけど、残念、勝たせてもらいますよ。これはうわー、投げ物が拾いに行きたい状況がよくわからない。おし、一旦落ち着こう、一旦落ち着こう。なんで当ててくんだよそこで。フラグが落っこちてんだけど、参るって参る。これ一気に裏取り行きたい。よし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 、オッケー。構えてればマジで負けない気がする。これ ほとんどの動画の時に言ってるんだけどね。よしよし、もうああなんでだーなんでだー、なんで角出す、出そうな時に MK2 カビやられんだよ、もう。V トル読んじゃおう。これまたオービタルでしょ、これオービタルコース。よしよしよし、